はい、渥美のメメタ川沿いにある河津桜を見てきまして、今からまっちゃんと一緒に食事に行こうと、こういうことになっております。混んでたら安曇野にするようなことを言っておりましたけども、ありましたありました、玉川。これ玉川ってチェーン店じゃないの？駐車場やってない。5時より安曇野、なんかやっとりそうもないな。やってない。な。結局やってなかったですね。どこ行くんだろう。魚市場ですよ、ここ。魚市場で食べようと、そういうことかな。やってません。はい、小石ヶ浜です。どっかやってんのかな、食べるところ。愛吉、ただいまから貝の家美咲さんで、食事をいたします。こういうお店です。ここはね、こういうふうにお店が並んでるんですね。同じようなお店が5、6軒並んでます。今日食べるのはこの焼き牡蠣セット、それから別に、おわさび食べます。ノーアルノー、2本。はい、おわさびが焼けました。じゃあまずビール。ビール飲んでもいいのか。ノーアルです。ノーアルです。じゃあいただきます。貝柱。皆さん高くなったな。はい、カキフライ定食が届きました。ご飯とカキと、これもカキかな、カキフライですね。これは焼きガキ、カキフライ、焼きガキ、焼きガキ、それと味噌汁、それからご飯ですね。さあ、いただきます。はい、焼き牡蠣です。焼き牡蠣、愛吉。はい、大あさり、焼き牡蠣を食べてきましたよ。これからね、まっちゃんがね、あそこビューホテルに行こうと、というもんですから、
じゃあ行きましょうかとということで向かっております。ビオホテルのね、坂ちょっときついんですよね。あのトライクで登れるかっていうことなんですが、まあ前回登ったっていう今言っておりましたので登れるでしょう。でね、2年ぐらい前ですか、この伊良湖で温泉を掘っておりましてね、で温泉が見つかって、各ホテルにまた旅館にね、多分配管されたと思うんですけども、給油すると4月1日からですね、温泉をのご披露があるんです。でその4月1日123はまあ人多いだろうと思って、4月4日月曜日にですね、ちょっとまっちゃんとまた一緒にここ温泉入りこようかなと、まあ、こういうふうに思っております。で今日はね、ちょっと交渉に行こうかとお風呂、人が営業時間中にですねお風呂にカメラ入れることできませんので、営業時間前にちょっと動画を撮らせてもらえるんだろうかと、ということでちょっとね交渉に行こうかなと思っております。ここは下川の入り口ですね。本当はもう一つ上あるんですけど、そこが正面玄関なんですが、はい、すっかり真っ暗になりましたね。時間は何時なんでしょう、7時12分ですね。これから帰りますけれども、4月4日のですね温泉の撮影許可総支配人に、聞いていただいて、許可がおりました。カメラを持って、映したいなと思いますご期待ください。素晴らしいですね。今日お風呂入ってきたんですよ。こんなに暗くなったということは、1600円ですよお風呂。JAF カードがあれば300円安くなって1300円になります。伊良湖ビューホテルのですねお風呂って素晴らしいねですね。絶景ですよ本当に。ほったらかし温泉よりいいと思いました。ほったらかし温泉もね、富士山が見えるときはいいんですけどね。甲府の街ですか、見下ろしながら富士山を見てっていう、まあ、そういう感じでねお風呂入るんですけど、ここはもう小石ヶ浜が見えて、神島が見えて、もう絶景ですね。天気が良ければいいんですけど、4月4日、それではこの辺りで皆さんとお別れをしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、真っ暗や。